4トンのだんじりが全速力で街中を駆け回る大阪府岸和田市の伝統行事岸和田だんじり祭りが13日始まり、ハッピにねずり鉢巻きの男たちが引く豪快な姿を一目見ようと、朝早くから大勢の客が集まりました。最大の見せ場は街角を勢いよく直角に回り込む槍回しです。大工方が屋根の上で華麗に舞うと、沿道からは大きな拍手が沸き起こりました。岸和田だんじり祭りは五穀豊穣を願って300年ほど前に始まったとされ、合わせて34台のだんじりは地区ごとに様々な彫刻が施されています。岸和田だんじり祭りは14日まで行われます。